6月14日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて357円と58銭安 26,629 円86銭でした。日経平均株価としては3日続落となりました。トピックスが 22.61 ポイント安の 1878.45 でした。東証プライム市場全体の 76% にあたる1403銘柄が下落、上昇したのは全体の 20% 382銘柄ということで、多くの銘柄が売られて1日の取引を終えています。マザーズ指数が 0.78 ポイント高、 0.1% の上昇と、マザーズはかろうじてプラス圏に切り替えして終えていますが、 0.78 ポイントですから、ほとんど昨日の終値と変わりありません。東京市場全体的には軟調ムードでした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価は昨日に続き窓を開けて大きく下押しされました。アメリカの消費者物価指数 CPI が予想を上回るインフレ率を示したということで、今回の FOMC で従来言われていた50ベーシスではなく75ベーシスの利上げがあり得るのではないかと、そうした観測が漂っています。アメリカの株式市場も昨日は大幅安でした。これを受けた東京市場もさすがに買うわけにはいきませんで、日経平均株価としては3日続落、今日は357円 1.3% の下落でした。こうした中で暗号資産ですね、暗号資産市場にもかなり動揺が広がっています。それを反映していると見られるのが8698マネックスの動きであります。マネックスはグループ内に暗号資産取引を手掛ける事業体を持っていますが、世界ではビットコインですとかイーサリアムといった仮想通貨が大幅に下落しています。これから FRB が金利を上げる、さらに予想よりも急ピッチに上げるとされる中で、ドルに金利がついていくわけですから、暗号資産や株といったリスク資産よりも米ドルに資金シフトすると、金利が上がっていくとこういう仮想的な資産が暴落するというのは、かねてから言われていたことですけども、このところのビットコインの暴落、さらに急激な価格変動に伴って世界の暗号資産取引大手が、次々とビットコインなどの出金取引を停止しているようであります。こうしたことが同様の事業を手掛けるマネックスの業績にとってもマイナスと、そのように見られているのかもしれません。昨日窓を開けてギャップダウンした後、今日も続落でして13円 2.9% の下落でした。一方で国内の業績関連では4384ラクスルですね、こちら今日も下げ止まりませんで上場来の安値を更新しました。先週末に業績見通しの下方修正を発表しています。昨日でさすがに昨日は売られたんですけども、なかなか売りやみませんでした。今日は126円 7.3% の下落でした。印刷業が苦戦しているということであります。業績の下方修正の余波というのがなかなか払拭しきれない、今日大きく下げているという地合いもあったのかもしれませんが、上場来安値を更新しています。今日の東京市場、アメリカの利上げが想定よりも急ピッチになるかもしれないと、そうした警戒感からアメリカ市場が昨日大幅安し、東京市場も買えず、日経平均株価としては続落して引けています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。